おいどの時間がやってきました。イエイ、イエーイ。はい、今回はですね、はい、東京都小金井市までやってきたんですけども、はい、前回ね、味噌ラーメンを食べた、ラーメンショップ椿さんをやってきました。楽しみです。マコからつけ麺をぜひ食べてくれと。おお、そうなんだ。はい、いうことでやってきたんですけども、なるほど。あやちゃんは初めて、初めて、だから私はちょっとこう、あの普通の王道の方でいきます。はい、はい、ということでいきましょう。はい、ゴー。じゃん、ラーメンショップ行きましょう。学校では聞けないかもしれないので、みんなで学ぶ。
まあ、自分はつけ麺行ったんですけども、大中小というふうにありまして、はいはい、大行きました、大盛り行きましたね、大結構やっぱりあの最初にね、あのつけだれ、つけ汁の方最初来たんですけど、あれが一杯のラーメンかと思ったぐらい、本当にそれぐらいすごい、本当になみなみとスープが入っててすごかったんですけども、玉数が、あれちょっと聞くの忘れたんですけども、まあ、結構2玉以上は減ったと思うんですよ、結構あったよね、あっという間に食べられました。あ、割とこの漬け汁のスープが濃いめでした、あとここのチャーシューなんですけども、ほろほろで、本当に柔らかくて、脂っこさが一切ない、本当に食べやすいチャーシューですよね、確かに、はい、で私が食べた王道の方は、なんていうかな、すごくね、こうトータルのバランスが素晴らしかったです。ネギがねやっぱりたくさん入ってるんですけども、あのごま油の香りもほのかにしているんだけども、そのスープのこうね、味をそこまで邪魔していなくって、スープがねすごく美味しかった。ここは本当バランスいいんですよ、で今日帰りにね、見たらそのネギチャーシューの倍盛りっていうのがあるみたいなんで、次回はあれを食べてみたいなと思いました。食べてるのを見たい、ということで、つけ麺も本当に食べやすい、美味しい一杯でしたね。ああ、わかります、あれはなんかね、すごく見て美味しそうだった、太い麺をガシガシ食べるのもいいんですけども、今日のぐらいの太さのね、麺を食べるのもまたいいなと思いましたね、のどごしがいいです。なるほど、次回はぜひ行ってみたいと思います、はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた。